えっと、ただいま紹介に預かりました、アースブレインの後藤と申します。えっとですね、僕の自己紹介、ちょっとまず簡単にさせてください。えっと、2015年に、えっと、新卒で、いわゆるウェブ系と言われるような企業に入社しまして、でその会社でエンジニアリングマネージャー、VPOE、で最後、執行役員、CTO として、100人ぐらいの上場企業の経営の執行をやってまして、でそれを終わった後に2023年にですね、今のアースブレインに入社しました。 でえっと、このあとデータプラットフォームというものを紹介するんですけど、えっと、そのチームに今いますで、えっと、テックリード的なことをやっていますで次にアースブレインの会社についても簡単に紹介させてください、えっと、2021年の7月、まあ、ちょうど3年経ったんですけどに創業したばかりの会社でしてちょっと成り立ちが特殊で、えっと、小松を親会社として NTT さんソニーさん NRI さん の出資で作られたまあす。で,後で紹介するんですけどスマートコンストラクションっていうソリューションを提供している会社になりますでちょっと話は変わるんですけど皆さんあの小松っていう会社はご存知でしょうかこういうえっといわゆる、えっと、土を運んだり掘ったり、えー、する、えっと、機械を開発しているメーカーなんですけれども最近だとですねえっと F1 詳しい方はもしかしたらご存知かもしれないんですけど F1 チームウィリアムズ・レーシングと、まあ、プリンシマルパートナーの契約を結んだりとか、まあ、そういった方向にもちょっと力を入れている会社ですで次にスマートコンストラクションについて説明させてくださいこれは、えっと、建設生産プロセス、えっと、その土を埋めたりとかそういう話なんですけれどもの生産性であったり安全性というものを、えっと、向上することを目的としたソフトウェアで提供されるデジタルソリューションですでこれのユニークなところはですね、えっと、複数の ソフトウェアのプロダクトとあとハードウェアのプロダクトが組み合わさる形で、えー、と提供されているというところですで。一部、これはソフトウェアの話なんですけれども、えー、と世界で20カ国以上で今利用されているようなものになっています。で、えー、と動画をちょっと流すので動画をお願いしてもよろしいでしょうか。えっ、ー、と、音声がないので、えー、と自分で当たりこしながら説明していくんですけど、えー、スマートコンストラクションで簡単にやりたいことはですね、えー、とソフトウェアの世界でいう、まあ、スクラムみたいな。 PDCA サイクルをぐるぐる回していくということをやりたいというのがこのソリューションです。で今何やってるかというと現場に行ってこれエッジコンピューターですねを設置してドローンを飛ばしてでこの現在のこの地形のデータっていうものを天群データっていうんですけどそれを取ります。でこれをえっと完成図形っていうものと完成の図形と比べることによって今どれぐらいのあの進捗なのかっていうことを見える化することができます。 でこれはですね工事が始まった時だけやる作業なんですけれども、まあ、どこに道路を作ってどこにこう機械を置くと,、えっと一番その施工の日数を減らせるのかみたいなシミュレーションもすることができて、えっと、これによって、えっと、コストの削減効果みたいなものが実際に工事をする前に分かることができるっていう風なものになっています。で最後にこの立てた計画っていうものを小松の研究とかを使ってですね、えっと、実際の現実世界に下ろしていく。 ということをやっていきます。これはマシンガイダンスという機能で、えー、とその完成図形に合わせて、えー、とこうマシンがガイダンスしてくれるというような機能になります。で、えー、と今言ったあの現在地形を取るのを何回もこう繰り返していくとだんだんこう工事が進捗していく様子が分かると。なので、このフェーズをです、ね、ぐるぐる回すことによって、えーとですね、工事の最適化というものをやっていきたいというのが僕らのプロダクトになります。はい でえっと、それではです、ね、ちょっと本題にこれから入っていこうと思うんですけどみなすあちょっと先に QR コードをちょっとしたいんですけれども、えっと、開発の内製化を担当しているよ今担当してるよって方ってちょっと手を挙げてもらってもよろししいでしょうかあけっあよかったです、思ったよりいるのでよかったですあのその方が、えーっとですね、この発表の一番のターゲットなんですけれどもあと、それからもう内製化された会社で働いている。 開発者の方、僕も開発者ですけど、とかの方にも対象にしています。で、ゴールは2つあって、1つは僕らの Google クラウドを活用した内製化組織の立ち上げの事例っていうものをお話しするということと、あとはその内容を実際に持ち帰って、ご自身の担当のプロジェクトで活用しようと思えていることを今回のゴールにしています。で、アジェンダはですね、3つ今回用意しました。まず最初に、アースブレインで開発をどういうふうに内製化していったのか。 で次に、あ、えっと後で説明するんですけど、割と早い時間でそれを成し遂げることができて、じゃあ何で早く成し遂げられたのかという話。で、最後に、えっと、内製化した後の開発組織って何やっていけばいいのっていう話をしたいと思います。じゃあまず1つ目ですね。アースブレインの開発の内製化の事例についてお話しします。で先ほどあの、円がこうぐるぐる循環しているような動画をお見せしたんですけれども、 あのプロダクトっていうのはですね大きく3つ3種類に分けることができますまず左側のデジタリゼーションレイヤーこれは現場の情報をまさにデジタル化するようなもので、まあ、ドローンとかあと研機につけるセンサーとか、まあ、そういったものから構成されていますでこのデータっていうのが、えー、と僕らはデータプラットフォームって言ってるんですけども、えー、とそういうソフトウェアシステムに一回集約されてでそのデータであったりとか独自のデータを使って僕らはアプリケーションレイヤーって呼んでるんですけども でえっと、お客さんに実際に提供する、えー、プロダクトが作られているみたいなこういう3層構造になっているんですねで今からお話しするのはこの真ん中のプラットフォームレイヤーについての話をしたいと思いますで、えっと、昔のプラットフォームはですね、えっと、外部ベンダーの、えー、方の、えっと、パッケージいわゆるパッケージというものを利用していたので、えっと、まず機能の追加が柔軟にできないといったような課題がありました またあの開発にかかる時間というのも、えっと、非常に長くてですねえそして費用というのも、えっと、都度発生していたので、まあ、なかなかちょっと許容できない額になっていましたで、えっと、こういった状況をですねあの非常に端的に表した言葉っていうのを、えー、話されている方がいてこれはあの日本 CTO 協会の理事の弘樹さんという方の言葉で、えっと、僕らのアドバイザーもしていただいてるんですけれども彼はですね ソフトウェアのコントローラビリティというものを、えっと、リーズナブルな範囲の予算と時間っていう入力条件の中でビジネス上必要なシステムの機能追加をできる能力っていう風に定義してるんですね。これでさっき予算と時間と必要なってこれ全部入ってますよね。なのですごい端的に言うと僕らの根本の課題っていうのはソフトウェアのコントローラビリティが低かったっていうことなんですね。 なので、えっと、この課題を解決するために昔のデータプラットフォームというものを内製化するということを決定しました。でえっと、内製化はどういうふうに進んでいったかというとまず2021年の12月に始まりましてこの時は、えっと、内製化人員エンジニアと PM みたいな人を合わせて3人しかいなくて他は全員、えっと、パートナーの3という状態だったんですけれども、えっと、その後 2024年の今年の1月からはですね初期に参画していた開発パートナーの方っていうのが0名になって今は自分たちで開発を回しているっていうような状況になりますなので最初にリリースしたあのえっ、ー、と移行が完了したのが2023年の9月なんで、まあ、実質2年弱ぐらいでできたと、まあ、いうことになりますでえっと成果としてはえっとすごい一言で言うと開発を内製化したことによって まあ、いわゆる DX 時代に最低限必要なソフトウェアのコントローバビリティを獲得できたかなと思っています。この最低限というのはどういうことかっていうと、ま,あ、まず社外ではなくて社内のえっと専属の内製チームにノウハウが蓄積するようになりましたし、またあの開発にかかる時間っていうのが今2週間の1スプリントで回してるんですけど、まあ、それごとに何かしらの成果物が出るように。 なりましたまたあの先ほどアプリケーションとデジタリゼーションレイヤーの間に挟まれてるって話をしたんですけど、まあ、その双方のですね要望っていうのに以前より柔軟に対応することができるようになりましたでこれはちょっとあの打測なんですけれども、まあ、こういった技術スタックでやっていまして、えっと、パブリッククラウドは、まあ後でも出てくるんですがグ、えーグルクラウドでホストしていますここまでが一、えっと、つ目の、えー、アースブレインの開発の内製化ってどういう感じだったのという話になります で次に、えっと、じゃあ2年弱ぐらいでできたわけですけれども、なんでこういうことができたのかっていうのを話したいと思います、えっと。2つポイントがあるなというふうに個人的には思ってまして、1つはコア業務と技術、コア技術を中心に内製化したということ、もう1つはフルマネージドサービスを積極的に採用したこと、この2つだと思っています。でまず、えっと、1つ目のこのコア業務、技術という話をしたいと思います。 でなんで、えっと、ここにフォーカスするのかっていう話なんですけれども、えっと、こ,れはこれは僕の考えなんですけれども業務とか技術のコントローラビティが高いと、えっと、すごい変化の激しい環境においても、まあ、利益を増大したり競争優位性を維持できるような可能性が高まると思っているからです。でこれはあのスタートアップに限った話ではないかなと思っていて僕はさっき説明したと思うんですけどいわゆる Web 系っていう企業出身なので。 えっと、そういう会社さんがですね、多いカンファレンス、こういうようなカンファレンスとかに行くと、必ず仮説検証を早く回したいっていう言葉が何回も出てくるんですね。なので、基本的に僕も仮説検証を早く回したい病にかかっていたので、えっと、アースウレインに来て、一番最初にまずちょっと、えっと、適用するのに時間がかかったことっていうのが、内製化するっていうのは、この仮説検証っていう文脈では捉えることができないっていうことなんですね。なんですけど あのソフトウェアのコントローラビリティとっていう観点に着目すると、えっと、今アスブレインがやってることっていうのは研機だけ開発していた、まあ、小松っていう会社がその,あの隣にある自分の風上と風下にあるバリューストリームの風上と風下にある、えっと、ところに、えっと、ソフトウェアを使って参入しようとしているつまりこの4つの箇条書きでいうと左斜め下の部分ですね。 をえっとやろうとしてて、まあ、そのためにソフトウェアのコントロールアビリティが重要なんだとまいうようなあの結論をつけることができて、そこで結構腹落ちしたということがありました。まあ、なので、言いたいことは別に大企業とかスタートアップとか関係なく、コントロールアビリティというのは重要ですよ。ということが言いたいです。 で、アースブレインの場合、えっと、このコア業務技術というのは何だったかというと、先ほどお話ししたデータプラットフォームと、あとあのデモの中にも出てきました、動画の中にも出てきたと思うんですけど、えっと、いわゆる 3D 空間にいろいろなあの情報をマッピングするようなプロダクトがいくつかあるんですけど、こちらの2つっていうものをコアのプロダクトであるというふうに、えっと、判断しました。 で最初にです、ね、この2つだけに、えー、と集中して内製化するということによって、まあ、先ほど、まあ、あの言ったような速さで、えー、と組織を立ち上げることができたのではないかと思っています。でえー、とこれ先ほどあのひろきさんが、えー、と出しているフローチャットなんですけどあのコアシステムっていうのは何かっていうのを判定するのに3つの質問に答えればいいんじゃないかというふうに彼は提案していてそれは何かっていうと業務に独自性があって環境変化が激しくて 競争遊戯戦につながるならそれは多分コアシステムですとこの3つの質問に全部答えられたら多分それはコアシステムだということができるだろうと彼は言っていますで次2つ目のポイントなんですけどこれがですねフルマネージドサービスの積極化採用になりますで 先ほどですね、あのコア技術を業務を見極めようという話をしたんですけど、じゃあ残ったノンコア業務とか技術はどうするのかっていう話をまず先に答えたいと思うんですけど、これはもうすごい簡単で、なるべく内製化したいということが重要ですと、でちょっと注意が必要なのが、あのコア業務の中にもノンコアの技術が含まれるということで、これはちょっと後で具体例を出して説明します。で、データプラットフォームの場合ですね、えっと、例えばインフラ領域っていうのは、 グーグルクラウドのフルマネージドサービスを積極的に、えー、活用しています。これは何でかっていうと僕らのコア技術とか業務というものは例えば土木、えー、のその業界っていうのをどのようにモデリングするかということであったりとかあとそれからハードウェアから大量に上がってくるデータをどのようにさば、えー、くかっていうところが非常に重要な点であって逆に言うとそれ以外の,あの非常にジェネラルなあのインフラの話っていうのは 競争優位性に別に寄与するものではないのでああのこれらは確かにコア技術業務ではあるんですけれども、えっと、その中にも例えば Google クラウドを積極的に活用すべきな、えっと、領域が、まあ、あったということですで、えっと、これを使うことによって、まあ、インフラ構築運用工数スの、まあ、削減というものを、えー、成し遂げることができてそれが結果として、えー、先ほど言ったような早期立ち上げにつながったと思っていますでこれはですね、えー、っと先ほど紹介したデータプラットフォームの、えー、っとハイレベルなアーキテクチャになるんですけども えっとまあ、非常に皆さんご存知の多分サービスで構築されているかなと思っていてこの中でもですね2つ例を取り上げて、えっと、説明したいと思いますえっとちょっと皆さんのえっと Google クラウドに対する理解っていうのはどれぐらいか分からないので一旦あの何も分かっていないという手で分からないという手で説明するんですけど AlloDB っていうのはポスグレの、えっと、完全な互換性を持つフーマネージドデータサービスでしてこれはのいわゆるクラウドネイティブな デーータベースだとということができてどの辺がクラウドネイティブかっていうとコンピューティングの層とストレージの層っていうのが分離されているので例えば、えっと、ストレージの層っていうのをコンピューティングの層を増やさなくても、えっと、無限にこうスケールできたり、まあ、逆もしかりみたいなことができるんですけどそういったデータサービスデータベースのサービスですと。でクラウドランはこれはご存知の方も多いかもしれないんですけどえっと Kubernetes をさらにマネージしたような感じで簡単に言うとコンテナ、ドッカーコンテナとかをプッシュするだけでもうアプリケーションがいい感じに動いてくれるっていうようなサービスになります。で、Adoidb の採用っていうのがどういったメリットにつながってくるのかっていうとあの1つは高い可用性を持っているということですね。先ほど言った通りでコンピューティング層っていうのとストレージ層が分離できる、 されているので、えっと、コンピューティング層を例えばスケールアウトするとかスケールアップするとかダウンするとかっていったことっていうのがほぼダウンタイムなしでやることができるとなので別に事前に厳密にキャパシティプランニングをしなくても、まあ、とりあえず立ち上げて、えっと、負荷が高くなってきたら、えっと、スケールアップするみたいな、まあ、そういった選択肢を取ることができますまた、えっと、非常に高速な分析ができるっていうところも特徴かなと思っていますこれは、えっと、カラム型エンジンジっていう 列方向の,あの探索ですねを最適化するようなえとマシンラーニングベースのえっとエンジンが入っているんですけどもこれを使うことによって例えば皆さん経験あるかもしれないんですけど僕はあるんですけどあのプロダクションの データベースに直接つないでそこに何か重いクエリ分析用のクエリを投げたら、えっと、プロダクションの DB の負荷が上がって、えっと、サービスに影響が出たみたいなことがあると思うんですけどなんかそういうことは基本的には、えっと、無縁になっているかなと思いますなのでそういったことを避けるためにリードレプリカ作ったりとかデータウェアハウスを作ったりとかみたいなことは少なくとも初期の段階では必要ないということになっていますであと、えっと、クラウドランの採用のメリットでいうと、まあ、1つはクラスターの Kubernetes クラスターの運用が不要ということですね これによって非常に運用コースが小さくできています。経験ある方は分かると思うんですけど、Kubernetes のアップデートって今4ヶ月に1回降ってくるので、4ヶ月に1回全ての依存っていうのがちゃんと動くということを確認してアップデートするみたいなことをやらないといけないんですけど、それがないので非常に運用コースが小さくなっています。また、Allowedb ののさっきの話と、 ちょっと関連するんですけども、えっと、いわゆるオートスケールっていうものを本当に設定なしで勝手にやってくれるので、まあ、これも運用工数が小さいかなと思っています。あとちょっと移植性っていうところにも言及させていただきたいんですけども、これあの、オープンソースの K ネイティブっていうものをあの基盤にして作られているので、まあ、例えばあの何かしらの理由でちょっとクラウド用ランをやめたいみたいなことがあったとしても、えっと、他のパブリッククラウドサービスとか、まあ、あと GKE ですねとかにまあ移行できるっていうところも、えー、ポイントでした。で ここまでちょっと詳細のお話をつらつらとしてきたんですけれども、えっと、ちょっと一段話を抽象化させてください、えっと、今まで話してきたことっていうのはどちらも自分たちの事業の競争優位性につながる領域において経営資源これはまあ人であったりお金であったりとかなんですけれどもこれを効率よく投下しましょうという点において共通しているというふうに思っています。 で皆さんちょっとどれぐらい裸感で感じられているかわからないんですが国内の特に、えー、と日本語がれるえれ、ー、るエンジニアの採用って今非常に、えー、と難易度が高くなっていますとなので、えー、とそういった貴重なですねエンジニアの、えーとまあ、ここであえてリソースっていいますけれどもリソースっていうものをあんまり競争優性に繋がらないような領域に投下してしまうとそれは非常にもったいないので、えー、と。 そういった領域は今言ったようにパブリッククラウドサービスとかを積極的に特にフルマネージドサービスです、ね、を積極的に使っていくといいのではないかと思います、えー、ただです、ね、ちょっと最後にこれは付け加えておきたいんですけれどもこれ言うのは簡単なんですけれどもあのやるのがすごい大変で例えば今からあのこの2024年の今から、えー、内製化しましょうというふうになったときにまずは OS から作ろうとは多分ならないと思うんですよねこれは 今からおいしいラーメン屋を出したいって言った時に、まあ、まずは畑とか小麦からやるかみたいなあのっていうのと多分結構同じレベルでやばいんですけどなんですけれど現実の問題っていうのは例えば最近プラットフォームエンジニアリングっていう言葉がすごい流行ってますけどこの中でインターナルディベロッパープラットフォームっていう開発者向けの、えー、っとプラットフォームっていう概念があるんですけどこれを例えばじゃあどこまで内製化したら事業の競争優位性にあの寄与するのと労力がバランスするんだっけみたいなのってこれは回答のない問題。 な,んですよね、なのでこの辺は、えっと、頑張って歯を食いしばって、えー、見極めていくっていうことがあ必要になってきます。で、えっと、最後に、えっと、今後の課題と挑戦についてお話しします。えっと再建するんですけれども僕らはソフトウェアのコントローラビリティを上げたかったので、えっと、内製化っていうものをしました。で この内製化が終わった後っていうのが、えっと、非常に難しいフェーズに僕は落ちると思っていて、えっと、内製化する前はですねもうとにかく、えっと、ベンダーさんとかに外注しているのがダメなんだというふうになってだから内製化するんだっていうような感じで結構まとまりやすいんですけどかつゴールが明確ですよね内製化できたら終わりなのでなんですけど内製化し終わった後っていうのは、まあ、ある意味サービスが終わるまで終わりのない開発が続くっていうことになるわけです。でそうすると えっと、例えば自、えっと、発注のマインドが組織にそのまま残っているとあの社内自宅みたいな感じになっちゃったりとか、まあ、してしまうわけです。なので、えっと、内製化後こそ、えっとですね、ちゃんと組織とか開発のやり方とかそういったもののあるべき姿と現状の姿あの現状のギャップを分析して課題を設定して解いていくっていうようなこの能動的な動きが非常に重要になってきます。 でえっと、じゃあ、課題設定するって言っても大変だよねっていう話が次に出てくるんですけど、えっと、今、あの世の中にはあの参考になるリソースがいっぱいあります。で例えば、えっと、この中でも、えっと、ちょっと今回はですね、StateOfDevOps っていう、えー、レポートですね。これはあの企業へのアンケートの結果に基づいた調査なんですけれども、これを紹介させてください。でこれは、えっと、DOLA っていう、えーっとですね、これは DevOps Research and Assessment の,あのアクロニムなんですけど、 えとの研究ですとでこれはです、ね、チームの名前で、えー、と Google クラウドさんの、えー、と参加にある、えー、と研究調査チームになっています。で彼らが何を研究しているかというと2014年ぐらいからもう10年ぐらいやってるんですけど、えー、とソフトウェアのデリバリーであったりとか組織のパフォーマンスというものを改善するのはどういったプラクティスなのか例えば、えー、と自動 自動化テストみたいなものがそれを改善するみたいなそういうイメージなんですけど、えっと、そういった研究を、えっと、ドーラはしています。で、えっと、これ多分ご存知の方もいると思うんですけど 4Keys ってやつですね、えっと、ドーラはこの4つの、えっと、指標っていうのをパフォーマンスソフトウェアのパフォーマンス開発組織のパフォーマンス指標として、えー、掲示していてで、えっと、これ表の見方はですね、えっと、縦方向っていうのがそのパフォーマンス一個一個のパフォーマンスですと。 で横方向のエリート、ハイ、ミディアム、ローっていうのはこれはあのレイヤーになっていてエリートほどそのパフォーマンスがいいっていうそういうクラスターだと思ってください。で、えっと、今僕らはですね、えっと、これはもう恥ずかしがらずに公開するんですけどこの赤白を囲ったあたりにいるんですよ。これは例えばこれどうやって計測するかって話をちょっと脱線するんですけど言うんですけど例えばファインディーチームプラスさん とか僕らは使ってるんですけど、まあ、そういったものを使って例えば GitHub とかのデータを使うとですねこういったデプロイ頻度変更のリードタイムみたいなデータを自動的に取ることができますでこの4つの指標の説明も一応しておくとデプロイ頻度っていうのは、まあ、分かると思うんですけどどのぐらいのタイムウィンドウに1回デプロイができているか変更のリードタイムはちょっと諸説あるんですけど機能が完成してから それが実際にデプロイされるまでにどれぐらい時間がかかるか。で変更による失敗率はそのデプロイしたときにそれが障害を起こした割合で。サービス復旧にかかる時間はその障害が起きてから復旧するまでにどれぐらい時間がかかるかっていったものです。で えっと、新しいそのデータプラットフォームでは今何をやっているかっていうと、えー、各指標におけるエリートの値と今の自分たちの値のギャップっていうものを解決すべき課題だというふうに定義してでその中でも特に課題がおあのギャップが大きい部分っていうところを注力課題として今解決しようとしていますで先ほどですね今現状こんな感じですよっていう話をしたと思うんですけど、まあ、これもう明らかですよねギャップが大きいのはまあこの2つになるのでこの2つの改善を今頑張っている。 という感じですでただですねこの2つ、えっと、労力が全然これ改善できる改善するのにかかる労力がすごい違くてえ端的に言うとデプロイ頻度はすごい大変なんですけどサービス復旧にかかる時間は割と簡単に簡単っていうとちょっと怒られると思うんですけど相対的に簡単にできますえっとなんでデプロイ頻度がまず難しいかというとこれ結局、えっと、自動テスト がどれぐらい信頼できるか、まあ、カバレッジが高いとかそういう話なんですけど、あと自動テストがどれぐらい速いかとか、えー、そういったものに帰着するからなんですよね。なので、えー、っと何かこうサービスを入れたら一発で改善するみたいなものではないので、一歩ずつやっていく必要があって、僕らも今、これはまずカバレッジ可視化して見えるようにして、でそれで試合、えー、のパフォーマンスも見えるようにしてで、どこがボトルネックなんだろうねっていうところを一歩ずつ今やっているところです。 でえっと、逆にサービスに復旧にかかる時間というのは非常に、えー、相対的に簡単です。これはなんでかっていうと、えっと、Google クラウドさんがです、ね、関連するプロダクトを用意してくれているからなんですね。なので、えっと、システムの、えっと、ミッションクリティカル度合いにもよるんですけれども、あのこの時間っていうのが短縮できたら、まあ、最悪何か起きたらすぐ切り戻せばいいという形で、えっと、オンデマンドデプロイ、もう完成したらすぐデプロイするというような体制に移行できる場合もあります。でちょっと、えー、なので この,この最後のパートはですねこの詳細をちょっと踏み込んでいこうと思うんですけれどサービス復旧にかかる時間って実はもうちょっと分解できてこの障害発生から障害復旧までの間に障害を検知したタイミングとその対処をするタイミングっていうのがありますよね。でこの間それぞれの間っていうものをこれは SRE の探求っていう本の定義になるんですけれども「time to detect」「time to engage」「time to fix」っていうふうに読みます。 なので改善するときはですねえー、っとまるっとこれを改善するというよりはこの分解したものの一個一個を見てってどこが長いのかっていうのを見て、まあ、改善していくっていうのをやるといいと思います。 でじゃあ具体的にこれ、改善するときに何をやってるのかって話をするんですが、僕らの場合はまずクラウドデプロイを入れました。これはタイムトゥフィックスに、えー、と短縮に寄与したかなと思っています。えー、なんで寄与したかっていうと、僕らはですね、えー、と恥ずかしい話ではあるんですけれども、あのデプロイするたびに毎回あのコンテナのデプロイをやるってことをやってたんですね。なんですけど、それをクラウドデプロイを使うことによって、えー、とデブで動作が確認できたものは、そのコンテナイメージをそのままステージングにデプロイするみたいな。 いうように変更できたので、コンテナのイメージのビルの時間だけ短縮できたので、タイムトゥーフィックス切り戻すときにかかる時間っていうのを短縮することができました。またあのバーンレートアラーティングっていうのもこれも導入しました。これはえっとこのロゴは何かっていうとクラウドモニタリングってやつのもロゴなんですけれども、えっとクラウドモニタリングでは、まあこれは後で説明しますが、あのバーンレートっていう これ詳細は発愛します。えー、っと、に基づく SLO アラートっていうのを簡単に設定することができるんですね。なので、これを設定することによって、障害が発生してから、それを検知するまでの時間っていうのを短縮することができました。あと、これからやろうとしているのはカナリアリリースで、これは何かっていうと、えー、っと、新しい変更っていうのを一部のですね、お客さんにリリースして、問題があれば自動でロールバックできるような仕組みを作ることで、えー、っと、 まあよりです、ね、何か問題があったときにその影響を小さくしようということをやろうとしていますで。これ実際の僕らのクラウドデプロイの画面なんですけれども、えー、とこれは何を意味しているかというと、この左側の2つはデータベースのマイグレーションとデプロイをやっています。でえっと、このあ、えっと、プロモートっていうボタンを押したときのタイミングのこのスクショなんですけれども、そうすると、えっと デブにもうすでにデプロイされているイメージっていうのを使ってステージングのマイグレーションとデプロイが走るみたいな感じになっていますで、これはバーナートアラーティングクラウドモニタリングのスクショでこれはですねここの,あのところにあの赤で囲ったところにクリエイト SLO アラートっていう あのボタンがあると思うんですけどここを押すか、まあ、もしくはテラフォームとかを使って、えっと、設定を記述することによって、えっと、他社さんだと結構面倒くさいんですけどあの Google クラウドともう一発でセールアラートを設定することができますで最後に、えー、まとめを話して終わりにしたいと思います、えー、この発表の、えー、と用紙は、えー、3つありましたまずア、えースブレインではコアシステムのコントローラビティが低かったので それを解決するために開発の内製化を実施して、まあ、2年弱ぐらいで完了することができました。で何で2年弱ぐらいで完了できたかというと、えー、事業の競争優位性につながる領域に絞って経営資源これはお金だったり人とかっていうものを投下したからだと思っています。で、えっと、内製化後っていうのはさら、えっと、なるシステムコントローラリティの向上のため 何をやっているかっていうと先ほど説明した動画ですね動画の研究が提唱する指標の一部っていうものを改善するということを注力課題として、えー、と解決に今挑んでいるといった形になりますで最後に宣伝させてください、えー、と先ほど、えー、と説明したこととしてはプロダクトがグローバルに展開しているっていうことを説明したんですが、えー、と組織の方もですね、えー、日本の組織だけではなくて、えー、とアメリカの組、えー にも開発拠点がありますなので、えー、プロダクト作る側もグローバルでまた、えー、と作った先の市場もグローバルっていうような、えー、組織で、まあ、一緒にですね文字通りこれ土木の世界のプロダクトなので10年後20年後の世界を一緒に作っていただく、えー、メンバーの方を募集していますであと「アスクザスピーカーの、えー、案内もさせてください、えー、とこの出たところのピンクのところですねでこのっ、えー、と30分ぐらい経っているので、まあ、もし質問とかあれば来てください、えー、ありがとうございました